2022年8月14日、ウクライナ軍南部方面軍の報道官が地元テレビ局などのメディアに対して、南部ヘルソン州を占拠しているロシア軍の司令部が首都ヘルソンを捨てて、ドニプロ川ドニエプル川を渡り東岸に後退したとして、ウクライナ軍によるアントニフスキー橋などの破壊などによって、補給路を断たれたことが要因となったと見られると発表したよ。ロシア軍は2月24日の侵略開始から早い段階でヘルソン州をほぼ制圧し、住民へロシア国籍を付与しているほか、自国通貨ルーブルの流通に力を入れるなどしながら同化政策を進め、最終的に住民投票を実施してロシアへの編入を企図しているとされていて、ウクライナ軍が奪還を急いでいるってわけだ。自国民や領地を無理やり奪われて、我が物顔で割歩されたら、ウクライナ側は腹が立つだろうね。そうだね。さて今回は、南部ヘルソン州のロシア軍司令部がヘルソン市から撤退したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、州都のヘルソン市はドニプロ川西岸にあり、クリミア半島やロシア本国からの補給はドニプロ川に架かる3本の橋のうちのいずれかを渡らなければならないんだ。これらの橋に対して、ウクライナ軍はアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースから、発射可能な長距離精密誘導ロケット弾 M31 を使用して攻撃を加えているものとみられ、ヘルソン市に直結するアントニフスキー橋は数回にわたる攻撃で、路面に数箇所の穴が開けられているのを、ロシア軍が公開した映像で確認されているよ。また、アントニフスキー橋と並行して架けられている鉄道橋もまた、ウクライナ軍の攻撃によって通行不能となっているぜ。そして、アントニフスキー橋から約 60km 上流のノバカホフカ市にある水力発電所のダム上に設けられた橋が、13日のウクライナ軍のハイマースによって通行不能とされたことで、クリミア半島やメリトポリなどからのヘルソン市への補給が困難になったんだ。3本の橋はそれぞれ完全に破壊されてはおらず、ロシア側が公表している攻撃を受けた橋の映像を見る限りでは修復は可能と思われるんだけど、橋の構造にかなりの打撃が与えられているために、荷物を満載した大型トラックや戦車などの重量のある戦闘車両の通行は難しいと見られているほか、ウクライナ軍のハイマースの攻撃によって再び通行不能となるとされているね。イギリス国防省によれば、アントニフスキー橋について、ロシアは場当たり的な修復はしているものの、やはり構造的に破損したままであるために大型車両は通行できないとし、先週には近くの鉄道橋がさらに破壊されたとしているよ。そのためにロシア軍は7月末頃から、鉄道橋の近くで浮き橋を設置して補給を運んでいるとして、ドニプロ川の西側に展開しているロシア軍部隊への補給は、わずか2箇所の浮き橋を使った突破ポイントにほぼ完全に依存しているとしているね。ロシア軍が架けたとされる浮き橋については、7月31日にロシア国営テレビがその映像を公開しているのを AP 通信が8月2日報じているよ。それによるとロシア軍は浮き橋のパーツをつなぎ合わせて、小型車であれば20台ほどが運べる大きさの橋桁を作り、それをタグボートの動力によって対岸まで引いて渡すようにしており、渡河には10分以上かかるとされ、これと同様のものをもう1箇所で運用しているみたい。その姿は浮き橋というよりは渡し船であり、多く見て1万5千人と見られているドニプロ川西岸のロシア軍部隊への補給は最低限であろうと見られ、アメリカのワシントンポスト紙が報じているように増援部隊を送り込むにしても、戦車や装甲車、榴弾砲などの重火器を運ぶのは難しいと見られているんだ。重要物の運搬は難しいってことだね。また、ロシア軍は弾薬や重火器などを鉄道によってメリトポリからヘルソンへ輸送していたが、鉄道橋の破壊でそれが不可能になり、鉄道橋の補修が進んでいないようだとして、メリトポリ市のフェドロフ市長が明らかにしているよ。今回報道されているヘルソン市のロシア軍司令部が東岸へ撤退したことが事実であるとするならば、これらの状況からドニプロ川以西の支配を諦めたことは明らかなんだけど、ロシア軍部隊や国境警備隊、連邦保安局 FSB などの要員は未だほとんどがヘルソンに残っているとされ、司令部だけが交代したことで、兵士を捨て駒にして司令部が逃避したとの感は拭えず、現場の士気が低下する可能性が高いとの指摘も出ているんだ。また、ヘルソンの司令部が移動しようとしている先はメリトポリ市であるとみられ、フェドロフ市長もその見方を示した上で、市長はメリトポリ市民の中の抵抗勢力がロシア軍へのレジスタンスを準備しているとも強調したみたい。同市ではここ最近、ロシア軍への抵抗運動が活発となっており、12日にロシア政権与党の関係者の滞在地で爆発があり、関係者が負傷したと伝えられたほか、13日には抵抗勢力によるとみられる爆発が起こるなどしていて、ロシア軍がメリトポリ市民への取り締まりを強化していると、市長が伝えているんだって。
また、その一方でノバカホフカ市からドニプロ川のカホフカ貯水湖のさらに上流約 125km のエネルゴダル市にあるザポリージャ原子力発電所では砲撃が相次いでいて原子炉の安全性が保たれておらず、ロシア軍もウクライナ軍も双方が砲撃を非難し合う状態が続いていて混乱が深まっているようだな。ABBC は13日に同原発の技術者の話として、ロシア軍がウクライナ軍の攻撃と主張し原発からの送電網を破壊しているとの見方を伝えた一方で、ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムは14日、ザポリージャ原子力発電所があるエネルホダル市内で、同日にあった砲撃については原子力発電所の敷地内に布陣しているロシア軍によるもので、同原子力発電所職員1人が死亡して、2人が負傷したと SNS で発表しているんだけど、これに対して、ザポリージャ州の親ロシア派武装勢力の幹部は、砲撃したのはウクライナ軍だと主張しているなど、情報が錯綜しており真実が伝わってこないんだよね。戦時下はいろんな情報が飛び交うから、マミはその場にいた人しかわからないよね。また、エネルゴアトムは14日の声明で、ロシア軍部隊が占拠する南東部ザポリージャ原子力発電所に、先週から自ら断続的な砲撃を加えて、ウクライナ軍による砲撃と見せかけようとしているとしていて、この砲撃によって原子炉から放射性物質が漏れ出る恐れがある状況が現在も続いていると危機的な認識を示したんだ。ウクライナのポドヤク大統領府顧問は13日、自身のツイッターで、ロシアが自ら原子力発電所を攻撃する理由について、ザポリージャ原子力発電所はウクライナ国内最大であり、欧州でも最大規模であるため、国際原子力機関 IAEA では、周辺における戦闘によって原子力発電所の一部が破損したとの報告を受けて、潜在的な放射能漏れがすでに発生している可能性があると警告し、その危険性を指摘しているぜ。さらに、相次いでいる砲撃によって原子炉などが万一被弾すれば、1986年に発生して史上最悪の汚染をもたらしたチェルノブイリ原子力発電所事故を遥かに超える大惨事になるとして、国際社会が懸念している中で、欧州連合 EU やアメリカなど42カ国は14日、ロシア軍に対して、ウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所から即時撤退することを求める共同声明を発表したな。今回の共同声明は12日付でウェブサイトにて公開されたものなんだけど、ロシアに対して、現在占拠している兵員と、IAEA などの許可なく滞在しているロシア人全員を直ちにザポリージャ原子力発電所から退去させることを求めていて、ウクライナの主権と責任を回復し、正当な運営スタッフが外部からの干渉や脅迫を受けることなく、真っ当な労働環境で職務を遂行する環境に戻すべきとしているよ。共同声明はまた、IAEA がウクライナの完全な管理の下で適宜に安全に対する検証作業を実施できるようにすべきとして、ロシア軍の即時退去を求めているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。